こんにちは、EV マートのドアンです。今現在グリーンファンディングで先行販売されているこのテヴェランのブレードミニとブレードプロについて話します。この動画の中で私たちはお客さんに、興味があるお客さんに伝えたいのは3つの点でございます。まず、電動キックボードは誰におすすめ、どんな特徴があります、弱点、マイナスのところとプラスのところは何ですか。これをちょっとこの動画の中で話してみたいと思います。いろんな質問も来ているので、今までコメントのところで来た質問の答えもこちらの動画の中で簡単に答えていこうかなと思っていました。興味がある方たちはちょっとまたこの動画の中で返事できなかった質問も下のコメントのところに書いてください。答えるように頑張ります。まず、小型電動乗り物の中で電動キックボード、電動キックボードは日本国内で、日本でまだ新しいものみたいに感じるんですけれども、正直な話、アメリカとヨーロッパで電動キックボード、電動スクーターは立ち乗りの電動キックボードは2015年2017年、5年6年前から基本の移動手段、都内にある移動集団の選択肢の一つとして基本になってきたんです。基本です。お客様は、都内のお客様は、都内で移動したい場合は15キロ以下のところ、近辺の距離、15キロ以下の距離を電動キックボードで走ります。海外はちょっと日本とちょっと違うところは、電動キックボードは日本で乗り物カテゴリーなんですけれども、海外で電動キックボードはエレクトロニックデバイス、家電みたいなカテゴリーされています。もちろんこういうところも海外で日本より発展した理由もあるかもしれませんけれども、日本国内でこれから日本国内でも都内に15キロ、20キロ以下小型電動乗り物、電動バイク、電動アシスト自転車、電動キックボードで皆さんは移動すると思います。これは来年、再来年、どんどんメインのことに、選択肢になると思います。こちらで一番大きないいところは、日本国内でも電動キックボードのシェアリングはあちらこちらでどんどん増えてきました。これでお客様たちは駅から家までタクシーの代わりに、いろんな場面で電動キックボードのシェアリングを今いろんな使ってご利用していただくお客さん増えてきました。これでどんどん海外でも同じパターンでスタートしましたけれども、海外のお客様はこの基本のベースの電動キックボードをシェアリングのところで体験経験していただいて、後に自分のもの買い始まったんです。日本もこのパターンで進んでいけるかなと思っております。あとしばらくで、これで今日この動画で電動キックボードは誰におすすめ、簡単に言うと、電動キックボードはご覧の通りに地球に優しい、ガソリンのことガソリンの匂いとか気になる方におすすめです。2、場所取らない、なのでマンションとかアパートとか、そういう小さなところ、そんなに広くないところに住んでいる方におすすめです。なぜか、ご覧の通りに簡単に持ち運べます。これを持ち運んで、マンションの玄関に、マンションのすぐ入り口に、エレベーターに乗せて上に持っていくこととか、駐輪場の問題があるところとか、小さなアパートとか、
でも全然問題なくご利用できます。折りたたみでございますので、めっちゃ簡単に折りたたんで、いろんな狭いところにもいろんな形で立って置いておくとか、どっかの靴入れのところの下に入れるとか、玄関の前に置いておくとか、簡単に場所取らずに置いておきます。まためっちゃ簡単で、家から出かけました、行きたいところの距離は10キロ15キロ以下でございます。電動キックボードで行けます。電動キックボードはまず一番これです。はい、2番目の特徴、電動キックボードは安いです。電動キックボードは移動集団の中で一番安い、一番財布に優しい選択肢でございます。簡単に説明しましょう。 A さんと B さん比べましょう。 A さんは明日出かけます、電車で行きたい、家の近くの駅から行きたいところまで電車1本で行きます。 B さん、家買った電動キックボードで電動キックボードを使って行きます。 A さん、家から出ました、 A ポイントから A 駅から B 駅まで一番安くても、私知っているのは180円払いました。180円で行って180円で帰りました。400円、まあいろんな入れましょう、500円で行って帰りました。 B さん、これの中にガソリン代も入れて、いろんな入れて500円言いました。B さん、電動キックボードで行きました。家から出た。ガソリン代はない。だいたい5時間で満タンになります。家のコンセントに挿した充電器で6時間で夜充電した。朝起きましたら出かける前にもう充電は満タンのまま。家から出ました。駅まで歩かなくても、遠回りしなくても、行きたいところに電話で一番短い距離で行けるチャンス、ナビで見つけることもできます。時間、距離、節約できました。で、電話のナビつけて出ました、B さん。B さんは満タンで、だいたい20円、一番高くても電気代は20円かかりました。20円でだいたい40、45キロ走れます。15キロ距離のところに A、B さんは家から出て15キロ行きました。15キロ帰ってきました。30キロ、まだ電気残っています、充電残っています、バッテリーが残っています。20円で行ってきました。20円。500円、20円。これで比べていきました。財布に優しいです。また3番目。めちゃくちゃクールな、今風でクールな乗り物です。面白い、クールな、乗り物に乗って遊びたい、楽しく移動したいお客さんに、人にめちゃくちゃおすすめです。この3つの点で電動乗り物に興味がある方は、ぜひ遠慮なく電動キックボードにチャンスをあげてください。電動キックボードとかで小型電動乗り物はこれから増えていきます。もうこれ決定です。海外で基本になりました。日本でもこれから基本になると思います。興味がある方はこの3つの点。じゃあ答え。今皆さんがいろいろ言います。弱点。はっきり話しましょう。日本の道が狭いから電動キックボードは危ないと思っている方はいらっしゃいます。電動キックボードはどんどんより安心、より安全のものになってきます。まず、ブレーキのこと。
ディスクブレイク、前後ディスクブレイクです。また信号、右左ウィンカー、上にもありますし下にもあります。またもう一つ、もうちょっと明るい周りの方は、私たちの小型電動乗り物に、電動キックボードに乗っているとき、私たちを気づいてくれるように、見て、もう下にも上にもあります。夜めちゃくちゃ明るいです。またもう一つ、自転車とかバイクで座って乗っているんですけれども、電動キックボードは立ち乗りです。立ち乗りでございましたら、だいたいどこの、180、190、170、90、結構背が高いなので、もっと遠いところまで見えます。これはマイナスの弱点みたいに見えるかもしれませんけれども、これは今現在日本国内で電動キックボードは危ないと思っている方に、はい、そういう考えがありますけれども、こういう目線で見ると自転車も危ない、バイクも危ない、車以外何でも危ないと思っちゃったら前に進めないでしょ。周りの方は電動キックボードにも自転車に気づいている、気をつけながら、距離を置いておきながら、丁寧に優しい距離を置いて前進むこと、自転車にやっていますね。電動キックボードにもやってほしい。またさらに、日本で電動キックボードは乗り物です。乗り物、電動キックボードの方は電動乗りキックボードを責任取って、周りにちゃんと注意して、人に迷惑かけずに、邪魔せずに、交通機関にルールを守りながら移動します、乗ります。これをやっている方に、みんな車の運転手さんもちゃんと尊敬して、仲良くみんなで移動しましょうと思います。一応今は言ったみたいに、危ないと思っている方はいらっしゃいます。あ、これもどん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 回っていけるかなと思います。もう一つ、弱点、電動キックボードをちょっと不安、駐輪場に置いておきましたら、道に置いておきましたら、盗まれる、泥棒さんが持って運んで、ポポポ逃げて、車の中に入れてパッと逃げちゃう可能性が、ちょっと不安な感じがあります。これもちょっと結構数多くのお客様から来ているちょっと不安の話でございます。これもありますけれども、でもこれの私たちもいろんな説明があります。まずいろんなところに、2つの点があります。まずご覧の通りに NFC カード、キーカード、このキーカードを飾ってピピッとしてオン、電源オンにしないと、このカードないとこの電動乗り物は動けません、動けません。電源つけて動けません。盗んでいとはこのキーカードないと、これ電源つけないなので、丸ごとこれの電気のシステム、中のコントローラー、トゥルートゥル、全部チェンジしないとダメです。いや、これの全部チェンジするまでやるんだったらちょっと面倒くさいなので、まずキー、それかこちらのQ
きいよ。鍵式もあります。 NFC カード式もあります。一つはこれです。もう一つ私たちはいろんなやり方はあるんですけれども、私たちはアップルのエアタグ丸いエアタグを電話にピピッとしてアクティブにして、このエアタグをこの電動キックボードの中に簡単に見られないところに入れておきます。これでもし万が一誰かが電動キックボードを動かしたら、すぐエアタグが1ミリも動かしても、すぐエアタグに今現在このエアタグが空いている乗り物ものどこにありますか、すぐ来ます。エアタグで盗まれても今どこにありますか、もう分かります。3番目、これからショップにも置いておきますけれども、海外で結構今までこういうチェーンの、バイクとか自転車に使われるロックもあります。これもおすすめします。めっちゃ簡単な折りたたみのロックありますけれども、これからうちの店でも EV マートでも販売しますけれども、もう一つはこれからこちらのディスクブレーク にかけるロックもあります。ディスクにかけるロックもあります。これいろんなロックで、もうちょっと盗まれないように、簡単に盗まれないように方法でいけます。はい、今日この動画を見ていただいて皆さんにありがとうございます。こちらの動画で皆さんに小型電動乗り物の一つである電動キックボードはどんな特徴があります、どんな弱点があります、この弱点はどんな選択肢で何で解決できるか、電動キックボードは誰にどんな場合おすすめですか、どういうふうに使えますか、ちょっと簡単に私の日本語できる限りの日本語で説明していこうと思いまして、いろいろ話しました。また電動キックボードについてお質問がございましたら、下のコメントのところにも書いてください。できるだけすぐ返事しておきます。evmart.gp に小型電動乗り物の電動キックボード、電動アシスト自転車、電動バイク、いろんな電動小型電動乗り物は全てついてあります。販売されてあります。ぜひ evmart.gp を見てください。また現在ご覧の通りに、こちらのテベランのブレイドミニとプロをグリーンファンディングさんで先行販売されているので、興味がある方は以下の下のリンクでご覧ください。結構 25%、30% ぐらいの割引、いろんな特徴のスイカのオプションとかもあります。ぜひご覧ください。電動キックボードで楽しい一日、またね。